どうもよろしくお願いします。好きな食べ物はチョコレート、いたずらにチョコレートでございます。よろしくお願いします。ありがたいですね、いい拍手ですね。ありがとうございます。好きな飲み物は、うん、歯医者さんの水。いたずらチョコレートです。なるほどね、歯医者さんの水が好きという不思議な相方と今日も漫才やらせてもらってますけどね。あのですね、突然なんですけども、今年ももう半年終わったじゃないですか。で、上半期が終わりましたんで、僕の上半期の重大ニュースっていうのを今日発表しようかなと思ってるんですけども。なるほどね、うん、じゃあ俺は逆に下半期の重大ニュースを今日発表してみる。なんでだよ、下半期だってこの間始まったばっかりだろ。一個もねえだろ俺。いやあるでしょ、だってもう今日で17日目だよ下半期。俺なんなら、うん、重大ニュースの表参道って言われてるぐらいだからね。いやちょっとそれはよくわかんないけど、何重大ニュースの表参道って。いや重大ニュースなんてねえだろ。じゃあ1個発表してみる。まあ歯磨き粉がなくなりそうなこと。まあその程度のニュースでしょ。1個目にして絞り出しすぎだよ。まあ歯磨き粉だけにね絞り出してみましたけども。当たってたよ、1個目で絞り出してた。2個目からどうなっちゃうんだよ。2つ目のニュースとしては、この前の T ポイントカードをなくしちゃったんですね。そんなの伝えで借り入れてくれるじゃん。でもその累計ポイントが僕20万円分貯まってたんですよ。いや20万ポイントも何で貯めたんだよ。その20万ポイントっていうのは全部ターミネーターを借りて貯めたものなんですよ、ね、全部。じゃあお前地元の伝えでターミネーターって呼ばれちゃってるぞ。まあターミネーターで20万、ターメーター。うるせえよ、何が20万ポイントターメーターだよ。で、ね、今度その20万ポイントを使って、まあ旅行でも行けたらなっていうふうに思ってたんですけど。いや T ポイントをマイルみたいに呼ぶんじゃねえよ。できれば世界一周ぐらいはやっぱり行きたいじゃないですか。金銭感覚おかしいだろ。でもよく考えたら世界一周半ぐらいは行けるのかな。いや一周半だったらお前日本スタートでゴールブラジルになっちゃうけど大丈夫か。それと僕昨日の昼にブラジルの実家でおにぎりを食べたんですね。うん、まあこの人実家都内ですけどね。そのね、おにぎりの具がおかかだと思って食べてみたら、おにぎりの具がおにぎりだったんですよ。いやおにぎりの具がおにぎりでも味一緒だろうがよ。小さいおにぎりの中には結局茶色い具は入ってたんですよ、ね、茶色い具。あ、じゃあ結局おかかが入ってたんじゃねえかよ。いや違うよ、おかかじゃなくてカカオだよ。カカオ、おにぎりの具にカカオかよ。お前の母ちゃんなかなかミラクルだな。でもこれ全部セルフプロデュースでやってるんですけどね。自作自演かよ、重大ニュース作るのに必死すぎるだろ。それとね、僕その日の夜春巻きを食べたんですけど。あ、そうかい。いやそれはね、もうすっごい美味しかったんですよね。よかったじゃねえかよ、そんで。っていうニュースですけど。ただの感想かよ、そんなニュースじゃねえだろうがよ。っていうなら、その春巻きの中には春巻きはありましたね。いやだから味一緒だろうっつうの、ね、食事の中に食事入れるマトリョーシカのシステムやめろ。でもね、これ僕の実家のロシアの方では全然普通のことなんですよ、ね、なんで実家を都内って言いたくねえんだよ。それとね、この前僕こんな大きな餃子も食べてみた。あ、いいじゃん、それがちょっとニュースっぽいよね。これはねさすがにびっくりしました、食べてみて。どうせ餃子の中に餃子だろ。餃子の中に T ポイントカード入ってて。そんなとこに。じゃあまたスタイで借りられるじゃねえかよ。念願のターミネーター2を借りに行ったんですよ。なんで今まで2見てねえんだよ。見てみたらびっくりですよ、中身ターミネーター3でしたからね。2が見たい、3じゃなくて2が見たいよねっていう話をさしようかなって思ってんだけど、ブレイクダンスってどこに入れたらよかったの。知らねえよ、こんなのもういいよ。